今年の新語・流行語大賞が発表され大賞に38年ぶりに関西地方を熱狂させたあの言葉が選ばれましたプロ野球阪神タイガースの岡田監督が優勝を表現した言葉、あれチームを38年ぶりの日本一に導いた岡田監督はこの短い言葉に選手への気遣いをにじませていました これは手で届くあれっていうのは、もう少しで何かにたどり着くというか、これは、ね、プレッシャーのかからない言葉と他にトップ10には、新しい学校のリーダーズ、首振りダンスや、4年ぶり声出し応援、生成 AI などが選ばれました。